はい、皆さんこんにちは、ピカです。フォールアウト4やっていくよ。はい、ここは前回終わったところですが、まあ相変わらず、目標となる場所がね、マップ上に2つありますね。塗りつぶされた四角と塗りつぶされてない四角ね、2つある。これようわからん。まあここを先進んでいくので正解なんでしょう。はい、そして少し戻っ拠点に戻って、まあアーマーの方ね、前回ランクアップ、スキルランクアップで、まあランク1までのアーマー作れるようにしたのか。これか。でこれでメタル合金のアーマーを作りました。まあフル装備ではないけどね、少し強くなってると思います。それでですね、あとはこれね、ランク1までの近接武器モジュールが使用できる。これしたい。だがこれがランク4にならないといけないんだよな。総重量や近接攻撃のダメージに影響を与える。まあこれを上げて、でまあ近接武器ランク1まで扱えるやつにする。あとはそうだな、ランクまあ2か2の、遠距離武器ね、使えるようにする。難しいねこれね。ほんと難しい。これか、これはランク1までにはなってるんだよね。え、なってねえのかな。レベル13か。まあまあ今12だから次13だな。はい、まあとりあえずレベルを上げていかないと何にもならんちゅうことですね。はい、そしたらやっていきましょう。まあね、本当に相変わらずちょっと何をしていいかまだ全然わかんないからね。本当まあ皆さんにストレスしか与えていませんけども、まあちょっと頑張ってやっていきます。まあでも個人的にね、探索とか、まあアーマー作るために素材とか集めたりとかねしてて、まあそれはやっぱりねかなりドキドキするね。そのドキドキワクワク感がねいいんでしょうね。まあ僕もこれ、まあ実況してなかったらね最初からやり直してるもん。まあ非常に無駄なことばっかりしてたんでね。あれ？まあこの合金アーマーがね結構重いんだよな。あれ、これ戻ってきてんのか、戻ってきてんのか。で結構重く、まあだからこそ総重量ね、持てる総重量増やしていきたいところですね。これ開くの？どこ？
いっぺんに囲まれるな。強えな。こりゃ無理やろ。ちゃ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 。か、弱い武器かこれ。待て。やべえ、申し訳ない、本当に本当に申し訳ないとしか言いようがない。普通のね FPS ならねもうちょっとマシな動きできるんですよね、それは自信持って言えるんだけど、とにかくこれは難しい。ごめんね本当にね。ちょ待て。こわか。どこ。嘘でしょ。大丈夫か。キャット。本当あっという間に囲まれちゃうね。ごめんねマジでね。本当申し訳ない。弱い武器装備してたのがまあ今の戦闘のね一番の汚点ですよ、よしどんどん行こう。ごめんね本当に、本当もうね謝り続けます。これどうなったの？移動してんの？ああ、こう、なんか鳴ってんの？ああ、開くのか。オッケーオッケー。ドアを開けるときが一番嫌だ。なんでこんなにうるさいんだ？誰かいるかい？ん？お前は終わりだ。外れてるし。シーダーバット。10ミリピストル4円だよな。いやここあれか、まだちょっとレベル高いとこなのかな。あの警察署あったよね、あそこのクエストいろいろやってった方がいいのかな。お医者さんと接触したかったからまあこっち来たが、
早いとこ、やはりこれはね、近接武器使えるように、ランク2のね、使えるようにするのが、まあ、最重要のようだな。弾切れ起こすからね、またね。まあ、この武器では本当に話にならんから。弾はいっぱいあるけど、これもランク2にしたいんだよね。頭狙っても 当たんねえし、だから余計。ちょっといいか？一体なぜ地下鉄の駅から離れたところにどうだ？ボルトを建てたんだ？この場所は密閉とは程遠いじゃないか。使うつもりがなかったからに決まってるだろう、間抜け目。戦前にはこういうおかしなことがあったものさ。組合のガキどもが大勢連れてきて、どうでもいい建物の建設を頼んだ。行ってこい。行け。こっちだ。行ってこい。そっちだ。勘弁して。当たってるよ。こんなん死んじゃうよ俺。勘弁してよ。マジか、こりゃ悲しいよね。近接武器で行くしかねえか。ごめんね、みんな。ごめんね。うまいこといかん。これでちょっと練習しようかというレベルじゃないからね。練習しても当たんねえから、どうしようもねえから、練習は意味ねえんだよな。
ここだ。ハードサブマシンガン。13 弱えな。レベル高いんだな、ここ。ちょっとちょっとちょっと。なんかいいもんねえか？これちょっと待て、こうあれに当ててみろ。当たるよな。え、当たるよな。狙い通りのとこ行ってるぜ。これ当たんのか。俺のエイムが悪かっただけか。ちゃんと狙ってたつもりなんだが、そうか。なら心してまた気合い入れて狙わんとな。おい、ここどうすんの？どうやって行くの？どう行くの？オッケー。うん、ターミナル。君と同じように我々も新たな試みに興奮している。だが新しい住人に偉大なドアを開く準備がまだできていない。お気づきの通り、今回の建設のためボルテックは外注契約を結んだ。ユニークな場所を活用するからだ。かつてのバーグストリート地下鉄駅を再利用することで建設のコストと時間を削減できるだろう。これはボルトの観察研究の目的と完璧に合致し、未来の報告書に記されるだろう。しかし工事が完了するまで多くの人が行き来する。ボルト114の安全を確保し、監視、環境下で実験を進められるかは君たち次第だ。もちろん口が滑れば船が沈む。
まあよくわかんないね、やっぱりね、こういうのね。ただのファイル、リストみたい、なんかファイルみたいもんか。早くレベル上がってくれよ。まあものづくりでもレベルというか経験値上がるみたいですね。元気にやってるか、バレンタイン。やってるああ、やってるよ。か。あいつか。食べるか。ふざけ間抜け野郎。おかげで隙に回ろうが、お前の殺し方を考える時間を稼げるってもんだよ。くだらんことを言うな、バレンタイン。何も知らないくせに。何も分かっちゃいない。そうかな。マローンがブラックリストにお前の名を書きつけてるのを見たぞ。正確にはクソったれのイカサマカード野郎って書いてたな。それからその名前を3回ああ、見つけた。おい、エムで行け。よし。誰だか知らないが、あの間抜け野郎が逃げたとバレるまで3分ある。このドアを開けてくれないか。ああ、ニック・バレこンのドタインアを開は、けるにこれは、あのか。ターミナルをハッキングしろ。ターミナルハッキング？嫌だよ、そういうの。あ、これか。監査官ドアのパスワード。番号を取るってなんだろう。これでいいのか。OK。 よし。おい。輝ける鎧に身を包んだ騎士よ。だが聞きたいのは、大なぜ丈夫か、お年寄りの前。私立探偵のためにはるばる命を懸けてやってきたかなんだが。ちょっといろいろもらうぜ。完璧だ。え、なんだこれ。言葉をも武器となすべし。商人が持っているキャップが100増加。ほうほうほう。インタビュー？ボルト114監督官選出のためのボルト話をしたいの面接ナンバー21。面接対象者はキンバリー・ウィーズ。こんにちは、ウィーズさん。よろしくお願いします。監督官の候補者に選んでいただいただけでもものすごく光栄です。まだ木星犬だった小さい頃から地域をよりよく導く機会を難しい顔してどうしたんだ。言ってみろ。リーダーになる素質があると先生によく言われていましたし、生徒会の副会長が別の人だったらバザーは確実に失敗していたでしょう。この小さなグループをまとめて運営できるという経験、より良い道を示し未来を明るく照らしてあげるという。ああ大変だ、もう時間切れ。分かったか。ここで関係あるものとして思いつくのは、今始まったばかりなのに。ありがとうございました。帰る際よう分からん。ええ、もちろん。討論クラブの部長だったってことは言いましたっけ。ええ、聞きましたよ。どうも。
待ってるさ。分かってるよ。黙っていたら進まないぞ。何よ、実況しとんの俺。ああ、話をしたいのか。難しい顔してどうしたんだ。言ってみろ。何者だ。な、何者なんだ。言っただろう、探偵だよ。いいか、皮膚と金属部分に戸惑うのはわかるが、今はそれは重要ではない。唯一重要なのは、あらゆる困難をかいくぐって助けに来てくれた理由だ。ショーンを探す。息子のショーンが行方不明なんだ。誘拐されたんだが、誰が連れ去ったのかも、どこへ行ったのかもわからない。行方不明の子供だって？それなら適役だ。場所は適していないにしてもな、ここに何週間も閉じ込められていたんだ。探していた家出娘は誘拐されてはいなかった。スキニーマローンの新しい恋人で、たちの悪い女だったってわけだ。とにかくそっちは問題を抱えてて、こっちは喜んで手助けするってことだ。だが今はタイミングが悪い。まずはここをずらかろう。話はそれからだ。わかった。マローンの仲間は三流どころで、昔はもっと大物から追い立てられてたのさ。ここを見つけるまでの、よし、ずらかろう。以前の持ち主がどうなったかは知らないが、家賃の取り立てに来ている様子はないな。無人のボルト、完全な隠れ家だ。止まれ、誰かが来る音が聞こえるぞ。奴らだ。どうやって切り抜ける。ニック、解決してほしい事件があるのは分かっている。だが地下や囲まれた場所は話をするのに最適とは言えない。どこにいるんだ。箱か、何人もいるぞ。まだ大丈夫だね。来い来い来い。おい、いや、バレンタイン。いや、バレンタインじゃねえ、おめえだよ。ミート、行け。おい、誰だ。あの男だ。やってこい。気をつけて。よし。
人ごめんね。犠牲にしてごめんね。ミートボールにならなくてよかったね。はあ、正面から想像しくだな。とにかく仕事は済んだ。床を後片付けするやつには気の毒だから。早くずらかって。なんだこれ。あ、ゴム欲しいんだよな。よし、ここは？ここ続いてるのか。まあ続いてんのか。このドアは故障している。開けられるか見てみよう。おう、やってくれ。鍵が必要だ。あと少し。ほら、できた。城の反対側についていなければずっと簡単だったんだが。見たと思ったんだが。え？お前入るぞ。うずうずする。おい、あいつ待って。またか。ハットやらベストしか持ってねえなこいつら。注射器くれよ。これは？お前を倒した後蹴り上げてやる。絶対もうめっちゃくちゃレベル上げたからね。覚悟はいいね皆さん。なのは知ってたさ。もっとか。まあ、ちょっと待ってね。ミートどこ行ったの？死体漁ってくる。ちょっと待て。何ブツブツ言ってんのお前。なんだこれ。
これはそう。オッケー。これなんだ。アクションポイントが、5増えた。うん。敵はどっちだ。待て。どっちでもない。まったく。まあちょっと待って、こう物食っとけ。注射ばっか打っててもしょうがねえよ。何がだ。なあ、変だな。仕事に戻れ。汚いネズミか。驚かせやがって。びっくりした。また階段か。誰がこのボルトをするフィットネスインストラクター。見たと思ったんだが。なんで。強えな。他に何か。出ろ。出会ったのが運の。ほとんど無傷だ。よし、ナイスだ。あ、ここで寝れるのか。おもちゃ、おもちゃの車取れ。ネジもらわんとな。あー、もっとおもちゃ買ってちょうだい。ここで寝れるぞ。ちょっと寝させろ。1時間だ。よし。こっちは？なんだこれ。違う、ベッド違う。よし、行こう。スキニーマロンと仲間はどこかで待ち伏せしている。名前は皮肉たっぷりだが、それに騙されるな。やつは危険だ。また情のかかったとは。これは難しくないはず。サーピか。なんだこれ。ああ、これだが反対側に大きな。これ捨てたんだよ。このドアから一歩踏み出したら何が起きても不思議はないぞ。あれちょっと放射能に強くなるんじゃないの、ねえのか。早速来よう。ちょっと待って、これか。オッケー。よし、これも改良できんのかな。よっしゃ、これで。
オッケーオッケー、来てるね。よし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 、捨てたんだよな。あげろ。え、で、出た。日記何をしてる。不法侵入だぞ。しかも古文を打ちやがったな。おかげでどれだけ予定が狂うと思う。誰かさんの浮気女のためじゃなければ。どこ行った、ここにはこのグレネード。どこ行った。待って、一時、お前邪魔。やったろ、箱が。まだか。タキシードかもらっとけ。おい、バカ野郎、このクセのお前、タキシードでごまかしてんじゃねえよ、お前。バカ野郎、そらお前、詐欺っちゅうこっちゃ。よしよしよし。オッケーオッケー。アンアン、これは。おお、まあ代わりもらっとけ。あー、しかし今日は寒いね。なんだ、冷え込んできやがった。エアコンつけないと。やばいやばい、震えています。ああ、脱ぐがよかろう。ああ、ご視聴者様にサービスしなさい。あ、よし、ここですか。早くランクアップしたいです。ここでいいのか。ここだ。あ、これ来たのか。よし、こっちに戻ってきたんだな。まあ、塗りつぶされていない四角はあそこまで行けっていうことだったのかな。最後逃げ切れっていうことだったのか。こいつどこ行った。こっちか。あれ、やめて。オーケー。見てくれ、遠方の空だ。どう見ても不吉なものにこれほどそそられる日が来るとは想像もしなかったよ。助けてくれてありがとう。うん、どうやって俺の居場所が分かったんだ。どこへ行ったか知る人も多くなかったのに。エリーだ。秘書のエリーだよ。彼女が案内してくれた。彼女が昇級してやらないと。うん、さて、息子のショーンがどうしたとか、どんな風に行方不明になったとか言ってたな。ダイヤモンドシティのオフィスに来てくれ。そこで詳しく話してほしい。腰を下ろして頭をすっきりさせるいい機会だと思う。そこで会おう。そこで会おう。ダイヤモンドシティで。オッケー。上がって。上がれよ。くそこれなんかボルト114って言ってたよ。どこだよ、あいつ。どこ行ったんだ。あ、ここが。これくらい長く連邦を旅していれば大丈夫ですか。ここらの古い
まずい事態になった時に隠れる場所がたくさんある。だがそれは相手にとっても同じこと。いつも目を見開き頭を回してろ。落ち着いていたら一瞬にして命に関わる危険な状況に変わるかもしれない。ねえ、ついた。レーダー最高。どこ？いや、これニック。どこ？どこにいんの？あいつはいいよ。な、何に対して言ってんの？あの間抜けはステルスボーイを使っていると思う。上か。あ、ここか。こっちだ。わかった。向こう側に鎖が。あれあすバトルスーツ着てるやつだな。あれは相手にせんとおこう。うん、まあ寝ないといけねえし。よし、はい、それでは今回はここまでにしときます。あいつ生きてっかな。うん、はい、ではまた次回いでででお会いしましょう。またね。レベルアップ来た。どこですか。またね。なんだお前は。